信長さん。 敵に会いに行くぞ。抵抗する者は力でねじ伏せよ。 焦る必要はない。敵は少数、囲んでやればいい。閉じ込められたにゃ。敵の主力は閉じ込めた。この隙に侵入経路を断つ。なかなかの作戦。私にやられたいの？これで満足？道を断たれては 味方の増援を。よし、攻勢をかける。濁流に遊ぶがごときなる。俺が相手になろう。行くぞ。 もののふの魂、この槍にて貫かん。いざ参る。元気さん、いい動きしてますね。いい流れね。 よろしくお願いします。 さあ、咲かせてあげる。
上場の戦果ね。あやね、シキさんと話をさせて。抜け人に話すことなんてないわ。シキも私もね。うわー、強いんですね。マリー、感激です。あら、悪くないわね。立ちふさがる者は倒すだけ。マリーも出す。耐えられる。もう迷わない。私にやられたいの？これで満足？何よあんた、次に会ったら許さないから。敵将討ち取った。ブラーボー、実にお見事です。ごとく味方がやられるとは。侵入経路の封鎖は諦めるしかないか。にゃ、敵はようやく諦めおったか。あの敵、ただ攻めてきたわけではないようだ。何が目的だ。確かに気になる。俺に聞いてこよう。今まで戦っていた化け物とは違うものなのかしら。霞、考えてもせんなきことよ。全ては式に問えばよい。いい流れね。お前たちの動きは妙だ。何か目的があるのか。式以外と話す気はない。死にたいな。奴を連れてまいれ。そういうわけにはいかない。話せないというのは、ここで倒させてもらう。いい流れね。強いのね。あなたが味方でよかった。なかなかやりおるんや。助かった。そなたの救援決して忘れ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。私が真の三国武将。私にやられたいの？よくやった。大義である。これで満足。上場の戦果ね。ここは一旦引き、式に報告しよう。式、どうする。彼らはお前以外と話す気はないよ。私も敵と軽々しく話すつもりはない。が、もしここまで来られたら考えるでしょう。もしシキさんの考えに共感したら、刹那さんを見限ることになるの？刹那は無理だ。私にやられたいの？これで満足。悪い奴ではない。その話は時期尚早じゃ。任せる。そう、刹那さんと戦うなんて嫌だよ。
陰になるね。魔物の話を聞かせてもらおう。だがその前に貴様の器を試してくれ。おお、面白いことを言うのだな。いいだろう、私が相手だ。魔物のことを話すべき相手か、こちらも確かめておきたいからな。さすが、お見事でございます。私の邪魔をするか。私にやられたいの？これで満足？ならば消えてもらう。私にやられたいの？打ち取った。私にやられたいの？これで満足？上々の戦果ね。元気さん、いい動きしてますね。わしには及ばぬが、そのまっすぐな武、見事。よかろう、話を聞いてやろう。信長さん、違うわ。こっちがお願いする立場のはず。面白い英雄たちだな。少しだけならお付き合いしよう。おい、是非もなし。いいえ。うんうん。